呉港は広島県呉市にある港湾。港湾管理者は呉市。港湾法上の重要港湾、高速法上の特定港に指定されている。呉港は瀬戸内海のほぼ中心に位置し、東は尾道伊東崎港、西は広島港がある。呉市中心部の呉港区、それより東にある港港区、さらに東にある 新潟地区の新潟港区の3つのエリアからなっている。明治時代に第二海軍駆んじふが設置されたことが契機となり、軍港として開港。現在は造船を中心とした重化学工業地帯の中にある工業港として周辺芸与諸島を結ぶフェリー港として広島港と四国松山港を結ぶ中継点として発達している。もともとこの地は、 江戸時代まで反応反漁の乾燥で歴史の表舞台に立つことはなかった。現在もこの地域の主要航路である温度の瀬戸が1164年に開通したと伝えられている。明治に入り、第二海軍区軍港が開港することそして、広島県に陳樹府が置かれることが決定し、暮れ、三原や板島が候補地として上がり、1883年から測量の結果、 1884年暮れに置かれることが決まった。1885年8月4日、山陽行行の帰る途中であった明治天皇は戦場よりこの地を視察している。1886年直令第31号をもって軍港協会が定められ、牧長吉中将を建築委員長、佐藤静雄大佐を副建築委員長とし、 1887年11月、帰港した。思工業者を藤田組、大倉組が務め、1万人を超える妊婦が現場に入っていたものの、両者が競い合って進めていた中で妊婦のいざこざが絶えず流血騒ぎまで発展した。そこで、海軍主導で両者を一つの企業、日本土木会社として働くようなを取り持ったことで、以降の工事は順調に進んでいった。 1889年3月末竣工1889年7月1日クレチンジュフが会長以降運行として急速に発展してゆく。1903年クレ海軍交渉が設立されると日本一の海軍交渉と言われるほどにまで発達してゆく。当初は秋群は小村、宮原村、総山田村、 慶後屋村の4村つまり現在の呉港区で開発が始まり、1921年呉れ鎮守府、広市省が設立されると高港区が、戦中である1942年内務省直轄工事として新潟工区が開発された。こうした状況から、太平洋戦争末期にはアメリカ軍の爆破目標となり、1945年3月、 クレ軍港空襲を受け機能停止に陥った。戦後は、クレ港省は閉鎖され運用停止、空襲により都市機能も落ち、その中でイギリス連邦占領軍の管轄となった。1948年、クレ港貿易港に指定され改めて民間も利用できる貿易港として開港することとなる。1950年旧軍港支店官法施行により、 占領軍から返還され、旧呉れ校に民間企業招致が始まる。そして1951年呉れは重要港湾に指定され、1952年呉市が港湾管理者に認可され、現在に至っている。呉中央三橋三橋のほか大和ミュージアムや夢タウン、背後に灰が、峰が見える呉中央三橋。ありがとうございます。